はい、ワインディングロードにね、いよいよ入ってきました。今日は実はちょっと天気が悪くてですね、路面が半分ぐらい濡れてる感じなんですよね。一番ね、まあこういうハイパフォーマンスカー走らせる時には緊張感がある、路面の状況、周囲の状況なんですけども、まあこういうところでもね、 GTR だとまあすごく安心していける。それはね、やっぱりこうさすがだなと思わせるところがいっぱいあります。単純にこう四駆だからというだけではなくて、独特のボディ構造ですとか、まあ車重のね重さまで使ってタイヤをいかに設置させるかまで考えてあるところみたいなところを含めて、本当に場面を選ばずに安心してパフォーマンス引き出すにはどうするかっていうことに本当にフォーカスされてるなっていうのが、ステアリングを通じてというか車からのねこうインフォメーションでね、すごくよく伝わってきますよね。だからこうほっとくと自然にねすごいペースが上がってしまうみたいなところはね正直あります。ワインディングロードが狭く感じてしまうみたいな車ではありますね。特にねこの2013年モデルということで言うと、ボディ剛性の向上、そしてサスペンションの進化っていうのはね、まあもちろんサーキットを走ったりしてるわけではないので、はっきりとどこがどう違うねとはなかなか言いづらいんですけど、まあ少なくともそこはかとなくやっぱりこういい車になったなというか、一体感が出たなという感じはしますね。まあ、これがまあ熟成だったり進化だったりということなのかもしれないですね。ギアボックス、エンジンもやっぱスムーズになりましたよね。本当にこうギアボックス、今までもね変速は速いんだけど、なんかもう一時ガシャンガシャン言ってつなぎ目に段差があってね、嫌だなと思ってたんですけど、エンジンが滑らかになってトルク感も増してますし、このギアボックスも本当にね、まあなんか日常域よりかもこういうところの方がやっぱ生き生きする感じで、本当にね気持ちよく走らせることができます。だからまあ今ワインディングですけど、やっぱこれね持ってたらサーキットとか行きたくなるだろうなっていうのはねすごく思いますね。ただねもう本当にこうパフォーマンスがあまりにも高いんで、思い切り頑張っちゃうんですけども、もうそうするとね実はこの車恥ずかしいことに僕なんかだと翌日ね筋肉痛になっちゃうんですよね。本当にこうなんていうのかな、恐怖心、今までだったら恐怖を感じていけなかったんじゃないかっていう領域まで車が導いてくれる、そこまでね攻めることができるぐらい安心していけるんですよね。そうするとこう体鍛えなきゃいけないやってぐらい横 G もね縦 G もすごいんですよ。本当にねその高いパフォーマンスを誰もが引き出せるっていう意味では、まあ、開発者の方がね言っていたようなことがもう本当に実現できてるなと。だからこの車買ったらね、まあ、運転技量も磨きたいですけど体力もつけたいよなと、そんな感じありますよね。まあ、それはそれでねすごくね喜ばしいというか楽しいことです。持ってたらねそういう風にこう日々ストイックに過ごすなんていうのもねいいんじゃないかなと思いますよね。2013年モデルとなった、この GTR、 最初の頃から見ているものとしては本当にね、まあ、進化したなという感じがします。特に、まあ、走りの味というんですかね、そういうところ最初は本当にね、まあ、正直気迫な車だったんですけども、そういうところがね、まあ、作り込みがしっかりしてきたこともあってね、本当にこうステアリングフィールとかエンジンフィールとかそういうところにねこう味というかそういうものが出てきたことがねすごく、まあ、印象的でした。ただ一方でね、GTR らしさ、これはあんまり変わってないなと。それはいい意味でもそうですし、もしかしたらあんまり良くない意味でもそうかなと思うところもあります。やっぱり乗り込んで走り出すと、ガシャガシャといろんな音がしてきますし、ロードノイズもうるさいし、なんか車が大きい感じがする。なんていうんですかね、人馬一体、人車一体みたいな境地ですとか、そういうところとはちょっと遠くて、あくまで自分は運転手、このね、速く走るための機械を動かしてる運転手で、こう車とは別のものみたいな印象がね、やっぱり残るんですよね。でもまあ、それが GTR の個性だからいいのかなと思う反面、ちょっとやっぱり寂しいなと思うところ、まあその2つがあります。そんな GTR なんですが、実は2013年の春をもって、今までね、この開発の全権を掌握していたと言っていい、開発責任者の水野和俊さんが、まあ、日産をお辞めになりました。それはね、すごくニュースになったと思うんですが、つまりね、これから先は、新しい体制でこの GTR 開発が進められていくことになります。まあ、一体どういう GTR になるのか、このままの路線で行くのか、それとも新しいものになるのか、ね、自分としてもね、すごく興味深いですし、まあ、絶対ね GTR のことだから、まあ、裏切れない車です。楽しみにね期待して、その推移をね見守りたいなというふうに思います。